行きます。しびれませんか？大丈夫です。はい。はい、おしまいですよ。今日から接種が始まったのは、札幌市白石区の札幌コンベンションセンターです。65歳以上の札幌市民が対象で、1日最大2500人の接種が可能で、道内の会場では最大の規模です。なんか思ったよりも案内の方がいっぱいいて、すごいスムーズに受けることができました。ちょっと安堵感はあるかもしれないです。また札幌市は札幌駅北口と札幌コンベンションセンターを往復する無料シャトルバスを5分から10分間隔で運行しています。思ったよりは早く着いたんですけれど、3年しか乗ってなかったです。札幌市によりますと、すでに来月11日までの予約はすべて埋まっていて、次の予約は来月7日から再開するということです。